ハジムカンはじむかんは、全霊長大、区越の創始者。後世には、レオン行とも称される。アイスキーヨシ連県に、はじむと投資の子として生まれる。先祖は、現在の中華人民共和国後世地湾族自治区の、ケイリン守備ついた地県の出身であると伝えられる。幼くして、両親を失い、同じアイスのはじむ観察に養育されて成長した。 はじめ長武僚に仕えて十二主君の乱の平定に貢献し、帝朝が成立すると柔道将軍伝前都市揮師に任じられている。太平十年に帝武僚とその長男の帝玉木が思考内陣の森尺によって殺害されると、後継の次男朝は幼少であったため、はじむ館は帝武僚の皇后であった陽久がと、出し、福王を称して帝朝の実権を掌握した。 帝国公、元宝や、外公の帝筑田、藩公らは、はじむ官の宣言に反発して拒兵したが、兵力に勝っていた、はじむ官はこれらを鎮圧している。この内乱の時期に北曹は、州知事であった、法比都市宝の安南回復の権威を採用し、水陸領路から法比都市宝羅率いる総軍が、進攻してきた。この国難を乗り切るべく帝朝の阿村に押された。 官はじむかんは980年に皇帝に即位、前霊長を立てた。はじめ大苦越軍は不利であったが奇襲して、総軍を破った。あとに、はじむかんは北総からの作法を求め、北方の喫端の脅威にさらされていた。北総も官、はじむかんを作法、京都5年には高鎮軍王に、王天4年には南平王に封じて前霊長を承認した。 天福三年にはチャンパに申請してその王とインドラプラを攻め落とし、新勝して功能を収めるよう迫った。前、霊長の国内統治の実質は、軍政で、法治は瞬間で刑罰は重かった。運河を改作して、経済の発展を見た。また十一人の子を分放して、王都市各地の守備、統治に当たらせている。王天九年には、全国十道を、道、 州、府に改めるなど地方制度の確立を図ったが、昭王官の内向は続き、また、地方豪族の反抗、農民反乱や少数民族の放棄が多発するなど、正常は不穏であった。はじむ館はこれらの抵抗に対して、過酷な鎮圧を行ったと司書に記されている。王天六年に少数民族である、王人の乱を平定する際には、川番道など十九道を都市乱を、 平定している。王天十二年、長春殿において六十四歳で崩御した。死後、皇太子であった三男の南風、王八無竜正りが即位した。男子は十一人の子と一人の養子がいた。慶天大、王八無竜中皇太子に建てられたが創生した。東上大王、八無竜鈴、中層八無竜正刈五番王、八無竜釘解明大、王八無竜、沖田。 王はじむ竜金貞藩、王はじむ竜、福王はじむ竜かなね中国王はじむ竜京南国、王はじむ竜喫茶公軍、王はじむ竜丁名皇后はじむし仏忍、理工を治むに化した。タスク対王、洋広下牧洋さん歌の孫。はじめはじむ間には、子がなかったため養子とした。ありがとうございます。